名古屋市立桜台高等学校は愛知県名古屋市南区霞町にある公立高等学校。地元では単に桜台または桜台高校と略される。愛知県公立高等学校入学選抜試験においては終わり学区第2軍 B グループに属する。授業時間は非常に珍しい46分授業7時間という形態をとっており、 授業の間の休憩時間は9分しかない。数年前までは学内に食堂があったが、廃止された。なおこの高校には普通科とファッション文化科の2つの学科がある。また普通科とファッション文化科を同時に受けることはできない。2002年度入学生より、文系では地理歴史、公民科の必修科目が変更となり、従来の世界史 B から倫理、政治、経済となった。 世界史は従来より2年で履修しているため、3年生の必修科目未履修問題が生じたことはない。数学は前倒しで授業内容を行っており、1年の終わり頃から数学2、2年の終わり頃から数学3の内容を学習する。芸術科目は1.2年で履修し、音楽、美術、書道の中から選択する。2012年度入学生より、 教育課程がリニューアルされ、2年で分離選択を行うようになった。詳しくは公式サイトを参照。1951年8月18日に当時在籍していた男子生徒が校庭から平安時代の住居跡を発見した。この遺跡は現在桜大高校遺跡という名前が付けられている。2014年創立90周年を迎え、桜友館にて、 記念式典が行われた。年に一度、ファッション文化家によるファッションショーが行われている。近年、文化祭、体育祭、ごや祭をまとめて、桜舞祭と呼ぶようになった。また、年に2回球技大会が行われている。男子ハンドボール部が全国制覇を何度も成し遂げた古豪として有名である。現在も県内ではトップクラスの競合。 過去にインターハイ5連覇した記録は今もなお抜かれることのない不動の記録である。今まで獲得した全国タイトルは全国高校最多の計20回である。ダンス部やアウトドア部も全国大会への出場経験がある。他にも多数の運動部や文化部が存在する。柔道部は存在しない。運動部文化部準部。 同好会1番から5番まであるが、通常は1番のみが歌われ、桜友館の壁に掲載されている歌詞も1番のみである。始業式、終業式などで斉唱する際は、ブラスバンド部が伴奏を行い、舞台では合唱部が歌う。1番から5番の歌詞の終わりはすべて、我らが母校、桜台となっている。作曲家の熊谷健一が当時菊里高校1年時在学中に、 作曲した。作詞は、当時の桜大高校英語科の男性教員、藤代治虫である。交渉、体操着、体育館、シューズ、スリッパなどは学年によって色が異なり、園児色、緑、青の3色が使われている。2014年度の1年生は、園児色である。男子制服女子制服ジャージと半袖体育服は、男子は青で、女子は、 黄色の各色の糸で名字が刺繍されている。2014年度の1年生から、制服やスリッパのデザインが変わった。青年月ピジュン名古屋市営地下鉄、桜通線桜本町駅及び、鶴里駅がそれぞれ徒歩で約10分の1にある。また、名鉄名古屋本線桜駅及び、名古屋市営バス桜本町一丁目停留所も、同じく徒歩で約10分の1に所在する。 名古屋市営バス桜本町一丁目停留所には、神宮16号系統、名校16号系統、新たま13号系統、新たま14号系統がそれぞれ停車する。また、学校の東側には公明を関する桜台高校、停留所も設置され、新たま12号系統が停車する。ありがとうございます。